将来の原発比率などエネルギー政策の方針決定に向けて関係閣僚らが現在都内で非公式の会合を開いていることが分かりました。非公式会合には枝野経産大臣、古川国家戦略担当大臣、民主党の仙谷政調会長代行らが出席し、方針決定に向けて詰めの調整を行っています。政府は今週中の取りまとめを目指しています。この議論をベースにこの後午後7時から総理公邸に全閣僚を集め勉強会を開いて方向性を探ります。